ニュースのテーマさん、私の筋を弦にして一針の背骨で伝えましょう。板にはなめした皮と胸の骨、あなたがくれた設計図から穴だらけの音を鳴らす傷だらけになった私は拒まれた女です。のしかかる男を振り落とし拒んだ馬ではありません。男のやることはいつも同じ、言うことを聞かなければ後ろから弓矢で狙うのです。一気怠惰のまま逃すのです。だからこれから先は夢を見ないよう、あなたは私の頭を潰し骨に塗ってください。私の記憶と命を受け鈍く輝くギター、それは誰よりも硬いペニス、いえそれは誰よりも小さい半島なのです。初めてベニューシャとその名を付けた人は夕焼けの薄赤い空の陰で黒くなったそれを見つけたのです。泡だらけの音から私はいくつもの波を作るでしょう。人を貫く代わりに海に差を差し風の布団を剥ぐのです。刃で人を貫く代わりで私は声を渡すのです。釣り針になったあなたの腕が幸せの魚を掴むまでか細い腕に抱かれながら夢よりもはるかに広い時への旅を私は作り、夢よりもはるかに深く眠るのです。こんばんは。先ほど何度も殺されてしまったので何とも言いようがなく、うまく時間を取ってくださってありがとうございました。笑わずに済みました。ありがとうございました。稲塚誠です。普段は